粉になった男。2023年8月5日、午前1時過ぎに埼玉県本庄市のリサイクル工場で、作業員の白石光さん33歳が全長およそ4メートルの破砕機に下半身を巻き込まれ、間もなく死亡した。警察によると、白石さんは破砕機に詰まったプラスチックの塊を押し込もうとして巻き込まれたとみられている。下半身からということは、プラスチックの塊を足で押し込もうとしたら、ズボンの裾や靴が巻き込まれたということかな。おそらく専用の棒みたいなのあったはずだけど、やっぱりこういった悲惨な事故は慣れから起きてしまう事故なんだと思います。企業で労災事故撲滅のための安全衛生活動をしてましたが、教育をするとある程度までは事故件数は下がりますが、結局は慣れとか横着で事故が起きます。結局はフェールセーフの安全装置をつけるとか、教育も何度も徹底してやるとか、事故を再発させない雇用側のたゆまぬ努力が一番効果があります。有名なハインリッヒの法則というのがありますが、その率よりも33歳という若い人を犠牲にしないためにも、普段から小さい事故が起きたら小さい事故だからとせず、そういう小さい事故も起こさせない努力しかないと思います。ご冥福をお祈りいたします。こういうのも AI 監視カメラで瞬時に停止できるような仕組みができるといいですね。中途半端なものだとトラブル時以外でも誤作動を頻発してしまい、使い物にならないでしょうが、昨今の AI の発展を見ると、人が落ちたかどうかの判断はそこまで難しいものではないと思います。膝下くらいまでの段階で停止できれば、なんとか助かる可能性も高いでしょう。破砕機の破砕する機構って大型のペーパーシュレッダーみたいな感じで、むしろペーパーシュレッダーがこちらの小型版か。そこに放り込まれたものは天然の岩石でも砕かれてしまうほどの破砕力があるので、人体などひとたまりもないだろう。気の毒としか言いようがない。ご冥福をお祈りします。昨日は吐きそうな暑い夜でした。こういう危険できつい、でも誰か流行らなければならない仕事についていらっしゃる方に本当に頭が下がります。暑さで疲れてご判断が鈍ったこともあると思います。こういう仕事は離職率が高く、日雇いで消耗品のように派遣で安く雇用されるようです。しかるべき給料は払われていますか？責任の所在が曖昧にならないようにしてほしいですし、安全管理と十分な給与、そしてこの方への十分な保証をお願いしたいです。足元は注意して落とし穴があるかもね。